こんにちは、ひねちです。今日は 2019AW のページボーイのおすすめニット3選ご紹介したいと思います。とにかく AW のページボーイのニット本当に可愛いのが多くて、その中でも私が特におすすめのものを1つをポイント、2つ目に着こなしでそれぞれご紹介していきたいと思います。では行ってみよう。はい、ではまず1つ目いきたいと思います。ケーブル V ネックカーディガンです。でこちらがですね、まず何といってもやっぱりページボーイは本当にニットカーディガンがとても人気になってて、その中でもこの編み方ですね、ローゲージハイゲージすぎずに程よい肉感のあるニットになってるので、かなり合わせやすくてどのコーディネートにも持ってきやすいものになってます。丈感はちょうど腰回りちょっと隠れるぐらいの長さになってます。こちらおすすめの着こなしはやっぱりデニム合わせがいいかなと思います。中のインナーは割とスッキリ、あまり肉厚じゃないもので選んでこうメリハリつけてあげると、こう重たすぎずに、かといって軽すぎずに着れるのでいいと思います。では2つ目にご紹介するものはこちらです。ウールミックスハイネックニットになります。でこちらが名前の通りでウールが入ってるんですよ。なので寒い秋冬の時期とかもあったかく着れるっていうのがポイントです。それと生地感がそんなに分厚すぎなくて、すごくしかももちもちしてるんですよ。なのでインしてもアウトでもどっちでも着れるっていうのがポイントです。そしてハイネックニット引き続き去年からすごく人気あるので、こういうところも特徴になってます。おすすめの着こなしがパンツでもいいんですけれども、丈感がちょっと長めにできてるのであえてアウトにして下スカートとかでこうゆるゆるっとしたコーデで着るのがすごくおすすめになってます。では最後にご紹介するものはこちらです。ケーブルキーネックニットになります。いやこれがやっぱりここのキーネックのデザインがすごい新鮮で、でも結構合わせやすくて誰でも挑戦しやすいものになってるので、本当に私これはおすすめしたいんです。こちらですね、丈感そんなに長くないんですよ。なのでそのままアウトで着ていただいて問題ないのと、あとやっぱりこちらケーブル編みがすごい季節感出て秋冬らしくて可愛いのが特徴になってます。おすすめの着こなしなんですけれども、私でしたらやっぱりまずはデニムパンツに合わせてほしいです。ただプラスアルファなんですけれども、中にハイネックのインナーとかちょっとこう入れてあげてレイヤードっぽく着てあげてもすごい可愛いので、ぜひおすすめしたいです。はい、ということで今日は AW ニットのトレンドも兼ねて3つご紹介しました。まだちょっと暑い時期ではあるんですけれども、ウェブの方で先行予約も行っているので、先にこうチェックしておくのもいいと思います。ではまた、バイバイ。